ヘンゼルとグレーテル、ヘンゼルとグレーテル、KHM15 は、グリム童話に収録されている作品。長く続いた飢饉で困った親が、口べらしのためにこす手をする話。中世ヨーロッパの大飢饉、1315年から1317年の大飢饉の記憶を伝える話という見方がある。こうした飢饉の時代は16世紀末のジャガイモの工作の始まりまで続いていた。 ある森のそばに、貧しいキコリの夫婦とその子であるヘンゼルとグレーテルの兄弟が暮らしていた。その日のパンにことかくほど貧しかった一家は、ある時から全くパンが手に入らなくなり、どうしようもなくなった。そんな夜、お母さんはキコリに子供を森の中に捨ててくるように提案する。お父さんはためらうが、お母さんに押し切られて承知してしまう。両親の会話を漏れ聞き。 妹のグレーテルは泣き始めるが、兄のヘンゼルは自分が何とかするからと妹をなだめ、一人外に出て、月の光を受けて光る白い石をポケットいっぱいに集めた。翌日、両親に連れられて兄弟は森の中へ入っていくが、帰りの道しるべとしてヘンゼルはみちみち白い石を落としていった。森の真ん中で両親は後で迎えに来ると言い残して去っていき、 そのまま夜となった。泣き出すグレーテルの手を引いて、白い石をたどりながら夜通し森を歩き、朝になって、二人は家にたどり着いた。お父さんは子供たちの帰還を喜ぶが、お母さんは表面では喜んだものの心中では怒っていた。パンがそこを突きかけた頃、お母さんは木こりに二人が家に戻って来られないほどの森の奥まで連れ行こうと持ちかけ、 お父さんは一度やってしまったことだからとやむなく承諾した。両親の会話を聞いていたヘンゼルはまた小石を拾いに行こうとするが、戸口が閉められていて拾うことができなかった。翌朝、両親に連れられて兄弟は森に入った。ヘンゼルは小石の代わりに弁当として与えられたパンをポケットの中で粉々に砕き、道しるべとして道ち,ち落としていった。 二人は生まれてから来たこともないほど森の奥に連れて行かれた。お母さんたちは夜になったら迎えに来ると言い残して去って行ったが、昼が過ぎ、夜になっても誰も現れなかった。月が昇り、ヘンゼルは目印となるはずのパンのかけらを探したが、パンのかけらは森の何千もの鳥がついばんでしまったため、見つけることができなかった。ヘンゼルとグレーテルは、 のいちごで上をしのぎながら三日間森の中をさまよった。三日目の昼頃、森の中で屋根がケーキ、壁がパン、窓が砂糖で作られた小さな家を見つけた。二人が夢中でその家を食べていると、中から老婆が現れた。老婆は驚く二人の手を取って家の中に誘い、食事やお菓子、ベッドを提供した。しかし、この老婆の正体は子供をおびき寄せ、 殺して食べる悪い魔女だった。翌朝、二人が目覚める前にベッドに現れた魔女は、ヘンゼルを掴むと狭い家畜小屋に押し込んだ。ついで、グレーテルを大声で起こし、お前の兄さんを太らせてから食うから、そのための食事を作れと命じた。グレーテルは泣きながらも、魔女の言うことを聞くしかなかった。それから、毎日のようにヘンゼルは上等の食事を与えられた。目の悪い魔女は、 ヘンゼルの指を触って太り、具合を確かめようとしたが、ヘンゼルは、指の代わりに、食事の残りの骨を差し出したため、魔女はヘンゼルが一向に太らないのを不思議に思い、ヘンゼルを食べるのを先延ばしにしていた。しかし、四週間も経つと魔女はついに我慢ができなくなり、ヘンゼルが太っていようと意外と、明日殺して煮て食うから、大鍋の準備をしろとグレーテルに命じる。翌朝、 グレーテルに大鍋を火にかけ湯を沸かすように言いつけ、魔女はパンを焼くかまどを準備し始めた。グレーテルは兄を煮るための鍋を沸かすに至った自分の運命を嘆き、神に苦しみからの解放を祈った。その時、魔女がグレーテルを呼び、目の悪い自分の代わりにパン窯に入って、パンの焼け具合を確かめろと言いつけた。内心、魔女は中に入ったグレーテルを閉じ込めて、 焼いて食べるつもりだった。ところが、神がグレーテルに魔女の意図を教えたため、グレーテルは釜に入るやり方がわからないふりをして、魔女に手本を見せるように促した。魔女が釜に入った途端、グレーテルは魔女を押し込み外から缶抜きをかけた。釜の中から魔女のうめき声がし始めたところでグレーテルは台所から逃げ出したので、魔女はそのまま焼け死んだ。 グレーテルはヘンゼルを助け出し、二人は喜びあった。魔女の家には多くの財宝があり、ポケットに一杯の宝石や真珠を詰めた二人は家路に着いた。家ではお母さんが病で亡くなってしまい、お父さんは子供たちを捨てたことをずっと悔やんでいた。帰ってきた二人の姿を見て、お父さんは喜び、子供たちが持ち帰った財宝で金持ちになった。参考文献。 ヘンゼルとグレーテルは1811年頃、当時カッセルにあった、グリム兄弟の住居の近,の近所の薬局のビルと消し前から、採集した、ヘッセン州に伝わる民話の中の一編である。1812年に出版した、子供と家庭のメル編集初版に収録され、1857年の決定版とも呼ばれる第7版に至るまでに、様々な付け加えや書き換えが行われている。 例えば、初版では、実の母親だったものが、第四版からはママ母に改変され、セリフもより冷酷なものへと変更されており、初版では、消極的ながら、共犯関係にある父親は、第七版ではその責任の軽減を図る描写が、加えられている。また、童話を意識した付け加えの例として、第七版では、魔女の身体描写がより詳細になったことが挙げられる。 他にも以下のような改変が行われている。ドイツ語から他の言語に翻訳する場合や、主に子供向けの本では一部のエピソードが残酷性などを理由に変更されている場合がある。以下ではその例を述べる。またなどの話もあるが、これは一部のエピソードが残酷性などを理由に変更されているという理由からは外れるだろう。詳しくは魔女の功を参照。 甘口が徹底しているのは口実のオペラ版で、母親は単に二人に、いちごつまみに、森へ行くよう命じただけで、後から夫に、魔女の話を聞き、慌てて二人で行方を探すという改変になっている。ヘンゼル、ハンスセルは、男性の洗礼名、ヨハネス、ヨハンネスの短縮形、ハンス、ハンスに、グレーテル、は、女性の洗礼名、マルガレーテ、 マルガレーテの短縮形、グレーテ、に、それぞれ縮小ジエルを添えて、ハンスちゃん、グレーテちゃんといった響きを持たせた、地方色のある、子供向けの呼び名である。他の地方での子供の呼び名である、ヘンスヒエン、ヘンション、ショーカ、チョ々の原曲に現れるやグレートヒエン、ゲーテ、ファウストのヒロインの名で知られるにあたり、大人になれば、ハンス、ハンス、グレーテ、グレタと呼ばれる。 1987年10月28日に朝日放送制作テレビ朝日系列のグリム名作劇場枠でテレビアニメ化された。それぞれ2つの版がある。リトルツインスターズが主役に添えたキキとララのヘンゼルとグレーテルが1993年1月に OVA として制作された。キキがヘンゼル、ララがグレーテルとなっている。 名作映画館のものとは別に、ハローキティのヘンゼルとグレーテルという作品があり、ハローキティがグレーテルで、ダニエルがヘンゼル、ジョージがヘンゼルとグレーテルの父となっている。原作に沿ってはいるものの、ママ母が最終的に存命しているなど一部異なる。兄と妹から同じく、グリム童話に収録されている民は、かつて本校の物語も、 同じ題名で呼ばれていたため混乱が生じたとされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。